北東へ55。アコサハクロムゼさんいらっしゃい。一元ありがとう。アコサハラトマクルリンさんいらっしゃい。アコノリトペさんいらっしゃい。アコサハちゃん月さんいらっしゃい。アコサハあの日見た百鬼夜行を超えるケースゲーを僕たちはまだ知らないさんいらっしゃい。フェアさんいらっしゃい。アコですウータいらっしゃい。アコランプスヒロさんいらっしゃい。アコツシューシルさんいらっしゃい。アコ10個目さんいらっしゃい。アコツサハオ11個目さんいらっしゃい。アコツ12個目さんいらっしゃい。アクランプスカタールさんいらっしゃい。あの 100M さんいらっしゃい。あの100。あれ北東だよね。もっとこっちか。お化けネズミ大丈夫かな。おーかっこいいね。しょ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 。強いぞサハオ、いいぞサハオ。北東、北東。この辺？いでよ洞窟。こんなに近いわけないよな。魔法使いダンスニードル。赤さんや岡部さんいらっしゃい。あの花みたいな16個目さんいらっしゃい。若くず係長いらっしゃい。なんで今の音は。若さはらゲバーさんいらっしゃい。どうも、ドリキャスロードソーシカメンです。イヤヨついてるさんいらっしゃい。おまみいらっしゃい。あ、そっか、これ北西か。北とまたやるのやらないよ。人はそこを北西という。あ、こつやんし、サクさんいらっしゃい。オーマイガーファンクル、キタキタオヤジさんいらっしゃい。あ、こつ25個目さんいらっしゃい。あ、こんぶともさんいらっしゃい。あ、こにはマットさんいらっしゃい。アコツ30個目さんいらっしゃい。アコツ何掘ってるんですか。洞窟を掘ってました。物欲さんいらっしゃい。アクラブス6個さんいらっしゃい。アコツエニックスさんいらっしゃい。カミンゲーアコツ36個目さんいらっしゃい。シャンチュン7個目さんいらっしゃい。キヨン貧乏さんいらっしゃい。親の小言より聞いた戦闘 BGM 好き。トンネラーだって。武蔵さんいらっしゃい。相変わらず深く考えすぎなサラさんね。うん、にゃんこなのかパンさんいらっしゃい。言霊まるぜさんいらっしゃい。うん、今からねラインハットヘンリー王子がさらわれてしまった。あのセブンってねしばらく営業もできないし、こっちやな。きっと。にゃんぽこさんいらっしゃい。トンスラー。おおむね北だからセーフ。これプレステ版だとボウシーの演出がいい。この頃ってまだポケモンなかったんですか？あ。あからさまな。いて、いて。ソホくん、ちょっと大人の事情でプレイヤーには見せてください。まだ字が読めなかった。まだないって、92年だから。そうだね、客が入れんね。いや、治ったとしてもなんか、あのセブンって逆に話題になるのかな。ベビーニュート。そうだね、後々大人になったら読めるのかな。硬いな、ベビーニュート。ポケモン95ね。ベビーニート。あそこ本当に駅前なんですね。私これコラ画像、今でもコラ画像でちょっと思ってるっていうぐらい。言ってあげたいってなるのかな。手に乗るね、スライムナイト。大丈夫か。よしよし。鈴の音しますけど、後藤弘樹と何か関係ありますか。ないかな。後藤さんは鈴つけてたっけ。
またくんかしん来ました。おこじょさんいらっしゃい。よしはしは面白い。駅前だから調査員も、なっちゃん？ろくちゃんいらっしゃい。そうね、逆に肯定するという、何個呼んだ？土偶戦士。ざっと。読めなかったわけじゃないよ。ソウルさんは後藤を飼っていると。ベビーニュートが現れた。サファーの呪文って、バギーしてみようか。うんうん、なかなか強かったね。こんばんは。ソハラさんに怒られに来ました。こら、いらっしゃい。あれ、笑い草。かなり開きありますよね、魔法って。やったぜ。これでもさ、ラインハットから北東、北東やないっていう苦し紛れな言い訳していい？修造。順調に。順調に迷っております。迷っておりません。ラクタさんいらっしゃい。いっぱい出た。1,2,3,4,5,6,7,8,9 9匹が最高ですか。毎日サーラいらっしゃい。びっくり。なんか重くそ詰めれるだけ出てきたな、こいつら。どうしようかな。とりあえずスライムを移送しようか。あー、後列が食らいにくい。それって魔法でも一緒なのかな。MP 吸われた。チロルちゃんがやばい。え、恋味をしてくる。うんうん。もう一回言ってもらえますか。何を。チューチューされたね。マドハンドの最大何匹だったかな。手のやつか。あれれれれ、倒せるのかなこれ。どう、ゆこちゃん。よしよし、じゃあ間に合わないよね。メガテンの時もこの人から見て東とか言ってたし。ちょっとね、考え方が。レッドフリーパッドの特性になる。あ、聞こえる？カチカチ。あー、そっか、攻撃分けちゃったから。うんうん、チロルとサハンの連携がひどい。あ、関係ないんですか、敵の MP って。吸ってるくせに。あ、こんな近くにありました。どうしよっかな。とりあえず MP で回復して。どうなってるかわからないもんね。よし。あ、全開できてない。それだけ減ってたのか。まあ、鬼滅もあるので。全然息合ってねえな。グルーさんいらっしゃい。うん、そうなの。ちょっとだけね、触りやったことあるんだけど。もう完璧忘れてますね。あ、こっち、お143個目さんいらっしゃい。おいら嫌な予感がしてきたぞ。ここはあそこじゃないよね。先っちょだけだから。スーファミ版とは懐かしい。いらっしゃい。そうなんです、俗に言う原作中らしい。私、サーラが高校生の時やったり。24年前の高校生って何歳だよ今。ダークアイ。気持ち悪い敵だな。ドキドキ。ドキドキ。
あこちゃんいらっしゃい。うん、もうね、ギレギレいるんですね。チロルですよ。ギレギレって何ですか？ソハラの床をゆくんでる。そっか。チロルでした。もうここまで来ちゃったか。これど、え？どうなってんだ、ここは。ブラウニーが現れた。女の子ぶっちゃって。みんなが決めたんよ、チロルって。発売当時何歳だったか聞く。そうやって思いっきり答えじゃないですか？ギリギリ勢は負けました。エリックさんいらっしゃい。トンドラでしたっけ？あ、こう降りてか。えらい広いな。あ、宝箱。180ゴールド。あ、ギリギリいますね。いらっしゃい。絶対わざとだろ。1992年9月27日、夏だったんですね、これね。でも、夏休みはずれてるね。チロル派の Y 子関係。ボロンゴ。まだ生まれてなかったんだよね、お金ください。早いな、最速。ボインゴはおらん。秋か、あ、まあ9月秋か。もう10月だね。あ、僕まだ生まれてない。上がった。ボロンちゃん全部合わせてゲロックルでよくね。可愛くないな。やっぱそうなんですか。公式っていうのは何なんだろう。ゲレゲレが公式だと思ってた。一般的ってこと？ジョナさんいらっしゃい。このゲーム細かいところ全然覚えてないから普通に楽しめちゃう。細かいところか。演歌すごい。バチロルダメージ結構大きいですね。98。プックルじゃない？ああ、公式では？小説のドラクエ5はプックルだった。サビオラさんいらっしゃい。トンヌラ？小説版が公式だと思ってます。発売日からちょうど6年後に生まれました。毒結晶を見つけた。毒を使う敵か。チロルのから使った方がいいよね。あー、もうちょっとだけ先見る。こんばんは、ナイさんいらっしゃい。こんばんは。おー、骸骨兵だって。これ今、命令させろにしてないんですけど、ターゲットもバラバラになるんかな？いうこと聞かないと。チロルって。だから、例えば骸骨兵にしとっても、笑い袋を攻撃することはあるの？なんか AI がどうのこうのっていう。あ、そうなの？結構ね、命令無視する。どうせ言うこと聞かない。やっぱじゃあガンガンでいいんだ。じゃあホイミスライムにして、賢さが20ない倍。わかりました。ゴアマンダーあんまり信用できなかったような。絶対服従じゃないんだね。そうそう、みたいですよ。20以上ないとね、意味ないんだって。ギリギリはちょっと頭が弱いみたい。混乱してもった。大丈夫かな、これ。うんうん。戦いの様子をぼーっと見ている。ソファーはいきなりチルルに抱きついた。もう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 。
素犯は振り払われ、払われてしまった。チロル大好きやね。サラさんいらっしゃい。マフラセロー。これをビアンカにしたかったな。混乱はこれが面白い。MP が足りない。もふもふもふも。長引きますね。ホイミスライムに抱きついちゃいけん。チロルめっちゃ嫌がってますね。モンスターに突進した。ソハはまだ起き上がれない。泥仕合ですな。ソハはなんだかやれそうな気がしてきた。ソハが先頭に踊り出た。なんだろう。踊り出たの。赤津272個目さんいらっしゃい。いや、ここまでやったから倒す。倒すよ。ソハくん、落ち着いて。混乱って絶対治らないんですか、これ。そうだったっけ？自動で治らない？なんだか今日いけそうな気がする。殴れば治る。ソハは力任せにホイミスライム B を掴んで投げ飛ばした。ぬおー。ホイミスライム B は遠くへ飛んでいった。ピューン。あと一匹、あと一匹、あと一匹投げて。やったじゃん。あ、また。よしよしよし、頑張りました。はぁ、あ、泥仕合でしたね。お、ウィーヒック。王妃に王女を始末してくれと頼まれたけどよ、殺せと言われたわけじゃないし、王子を奴隷として売ればまた金が入る。こりゃ一石二鳥ってもんだ。ヒックか。あ、仕事の後の酒はたまんねえな。ともかくここに子供を連れてくると奴隷として飼ってくれる。飼ってくれる？いい話だな。けどですね。あ、キラーパンサーを連れているところを見ると、お前も魔族だな。魔族？ヒック。薬草ないですか？これはパパスの息子ですね。チロルを投げなくてよかった。うん。あ、ほんと、いっぱい知らんメッセージ見れた。それはよかったです。そっか、もう混乱したら逃げたりもするのか。一匹なら上等だ。お、魔法トン。マギョタ、クローバーさんいらっしゃい。おかえり。ラゾク、父親は確かにそうだな。あれってどうやって取るの？あ、あそこか。どう行けばいいかな。あ、こっからグルーだね。一回薬草買いに帰ろうかな。下道さん、お金ばっかり貯まっていきますね。サーラって妖怪腐れ下道好き。あ、なんだろうそれ。腐れ下道。不気味に吠えているって出た。微笑んでるかな。ゲレゲレじゃないんですね。うん、そうなんです。チロルですよ。なんか聞いたよ。いらっしゃい。ナリさんいらっしゃい。よっしゃー。サムスピ。僕はボロンゴ派。なんかいらっしゃい。ツーさんいらっしゃい。DS 版よりモンスター出る確率高い。塩化が高いか。ビクンビクン。ここ RTA でもしんどいからね。ああ、ここの部分。レベルが上がったんご。
スーファミは割と塩化率が高いね。一方塩化もあるある。まあ塩化が高いのは慣れてます。バチコーイ、せーの2 力が2上がった。日本語こっち正解ルートな気がするな。2に比べたらせやなあの雪山に比べたらどうってことねえさ。こんばんは。ソハはドラクエはだいたいやってると思ってた。いや、やってないよ全然。ランダム、お、いいのかな、入っちゃおう。先っちょだけね。あそこに絶対なんかありそう。いけるかな。ちょっと危なくなってきたね。帰ろ。あ、やばい。逃げる。逃げる。待って。デスルーラ来ちゃうとこだった。危な。帰ります。先っちょだけダメだな。帰れる。いける。鬼滅場があるからな。ここ頭打ちそうだな。絶対打つね。帰ろ。ディリミトねえな。ないよね。ないです。インパス覚えてる。これでビビらなくて済みますね。チロルは気絶しただけです。金半分嫌だな。嫌だよ。あ、目がくらんだよ。回り込まれるな。よし、帰るぞ。頑張れそう。いけるか。逃げる。いっぱい出るな。あ、やばい。骸骨片痛いですね。よし、鬼煙火だね。チロルがでも毎回1になるから、めっちゃ黙ってた。復活も早いっつうな。1800円が。ただいま。デスルーラしました。移した。なんか変わるな。多分半分持ってかれてるよね。鉄の盾が買えるね。で、残り薬草を買いましょう。ソファー。はい。売りに来た。貴重なもの。ゴールド。泣きそうや。
もったいなかったね。ザッパさんいらっしゃい。全開はしてるのか。じゃあもうアイテムを買いましょう。じゃあパンパンにしていく。電灯任せろ。ポチポチ。装備重量どんだけあるんじゃろうな。チロル満パンにしとこ。ナッチもパンパンしておこう。スハラさん、カツいらっしゃい。毒消しはね、持ってないね。キアリン覚えてなかったっけ？あれ、ビアンカだったっけ？覚えたの。2個ぐらい買っとこう。うん、さっき毒食らわされてたね。合法の葉っぱをいっぱい買おう。どうせだからパンパンにするわ。そもそも子供は戦いに出向かない。しかしチロルにさん付けしてくれるとはいい人だな。チロルさんですね。この辺の敵は悠々ですね。ナチパンパンだよ。パンパンにしたのに鬼滅バステルは、清水大臣。あこず長坂丸さんいらっしゃい。こんな時間にお腹すいたん？ドラテンになれるとゴールド気にしないで突っ込む。ちゃんと預けよう。チロルもいつの間にかヒットポイントが素方に近づいてきてるね。ガンガン行こうぜ。ヘンリーの精神的な成長が、うん、なるほどね。うんうん、じゃあね、マッチョチロール。あ、魔法の潜水って買えないんだ。ソハラの男版、そうそうそう。あの、昔からね、男の主人公はソハオにしてるんです。そうなのよ。もっと右か。うん、わごずはギリギリちゃんだ。チロルです。いらっしゃい。昨日からやってきました。ありがとう。いらっしゃい。ゲレゲレ禁止令やな。なんだって。ゲレゲレだ。今日から私がの概念をぶっ壊してやろう。チロルです。なぜかファミコンジャンプの、あ、本当に。懐かしいね。昔からソハオだもんね。サンサーラナーガとかも。チロルがあだ名でゲレゲレかもよ。そっか。じゃあしゃあないな。ちなみにチロルになったのは俺の一票が決めて。はい、お疲れ様でした。そうよ、タグに私チロルって入れたんだよ。お疲れ様です。いや、男の子だったよ。サンサーラナーガ2は。だよね、あれ男の子だったよね。